もうメイクをする気力がなかったのでマスクでお送りしております。そして短め配信にしようと思います。もう寒すぎて寒すぎて、ひゃー、こんばんはみんな。ちょっと上着のチャック閉めます。暖房つけてるけど寒いね。雪降ってる広島、びっくりしました。仙台もそんな降ってなかったのに広島の方が降ってるよ。さよとさんプレゼントありがとう。カジノファンテンさんお断りです。陣内さんお疲れた焚き火ありがとう。こんばんはね。今降ってるのかな、わかんない。帰ってきて洗濯物とか終わって昼寝してたら夜になってました。マンテさん決勝ありがとう。もうねすごい寒くてびっくりしています。おみかんさんお疲れ。なぎさんかわいい。さだおさんお疲れ。かまちゃんレインボースター。おみかんさん焚き火ありがとう。今暖房つけたけんさ、まだ温まってないんですよ部屋が。仙台降ってません。うそー、広島どうだろう、降ってるかな。うわー、なんかさ雪が降った後に道路に雪の塊落ちてたりするじゃないですか、氷みたいな。あれがあって今日えっめっちゃ冬やんって思いました。クックーさんプレゼントありがとう。バラちゃん焚き火ありがとう。今日メイクしてないからタワーのお礼またメイクした日にしますねもう今日は完全オフって感じです。今日はね6時集合だったんですよなんか仙台から広島までの便がその朝のやつか夜しかないらしくて、まさかの6時集合でもう9時には広島におりましたそうだからみんながね空港にズヌシェイクあるよって教えてくれたけど、もう6時集合っていうのは広島にいる時から分かってたから絶対に飲めないって分かってたので、いけないんですって言ってたけど差し入れでもらったから飲めました。そうなんですよ。そうだから売店とかもあんまり開いてなくてお土産も買ってないですね。メンバーへのもないですね。だからさ来週のクリスマスコンサートの日も結構ね寒いって聞いたので、当日会場に来るとか当日帰る方はもしかしたら雪とかでまた新幹線止まったりとかあるかも。だからちょっとね注意した方がいいかもしれないです。飛行機ね爆睡してたからわからんでも一回着陸したと思ったんですよ。めっちゃ揺れて着陸したと思って起きてたんよ。でもそのしばらくした後にもう一回着陸があったんですよ。えと思ってうんってなった。すごいね2回揺れたからもしかしたら1回目は着陸じゃなくて普通に揺れたんかもしれん。はっって起きたの。あ着いたと思って起きたらなんかよく分かんなかったです。夢の中にいたかもしれない。えそう広島空港の方ね雪積もってた山のとこに。スケモンさんバラありがとう。ね、でもね怖くなかった今回は。前回沖縄に行くときに3年ぶりに飛行機乗ったんですけどめっちゃ怖くてでも今回怖くなかったです。黒さんお疲れ。えだよね雪だよね来週絶対寒いじゃん。明日からさクリスマスコンサートに向けての練習が始まっていくのでね頑張りたいと思います。気持ちを切り替えて
確かにお話し会、そうだね、次の日お話し会か、土曜日コンサートで日曜日お話し会だから、もし、しかもクリスマスだからさ、宿取ろうと思っても結構人多かったりするんかな。新幹線もう帰れなくなっちゃった、急遽どっか泊まりたいけどどこも空いてないってなったら、次の日お話し会とかね、影響するかもね。確かに、皆さん気をつけて。亀さんストーブありがとう。だからイルミネーションとかあるけど、広島多分寒いので、もう暖かくしてください。皆さんお家とかホテルに帰ってぬくぬく過ごしてください。風邪ひいちゃうから。吉弘さんプレゼントありがとう、20個。おみかわさんお疲れね。結構寒そうだよね。でも楽しみだな。体調崩さないか怖いですね。ね、寒くなってるから体調崩しやすいし、乾燥する季節だから、それだけがちょっと心配ポイント。シェンさん焚き火ありがとう。パシャの家泊まる？ベッド1個しかないから、みんな床でもいいかな、フローリングでもいいかな。陣内さんプレゼント5個ありがとう。6月推しの生誕祭終わりで広島駅周辺で野宿した、やばい、野宿やばい、野宿はやばい、ガチ野宿いるんですね。私よくさ、沖さんとホテルが同じになったら野宿するとか言ってるけど、本当にもしかして沖さんと同部屋でしたか？野宿？話かありがとう。こちらこそありがとう。また会いましょう。めっちゃ私はしゃいでしまってた。なんかすごい、もうすごいはしゃぎようでした。すごかった。とにかく、あ、冷蔵庫の中でもいいんですか？じゃあ寝かせて発酵させようかな。野宿でもこの時期はきついですね。6月だったらまだ暑くなりたてだから熱中症に気をつけりゃいいけどね。沖さんの野宿エビね、オーディションのやつでしょ。今日はね、沖舞と凛子が仙台のねメディア関係のイベントでまだ残ってたんですけど、凛子から、凛子が沖舞さんの可愛い画像を送ってくれました。ありがとう凛子。なんかね、私が結構ね、なんかなんだっけね、レッスンの時かな、ツアーのレッスンの時に沖舞さんのタブーの色のレッスンを見ながらなんかにやけてたらしくて、無意識に。でサーヤンとか凛子にいつもなんかにやけてるやばみたいな、なんかずっと言われるんですよ。にやけんでみたいな言われるんですよ。で昨日もリハーサルの時にタブーの色の次が自分たちの曲だから袖にスタンバイしなきゃいけないんだけど、もうギリギリまで客席で見学して、いや尊いと思って、もうタブーの色のお決まりさんめっちゃ良くて、なんか今までさ禁じられた二人とかいろいろそういうユリ曲みたいなのやられてきてるけど、その中でも私はダントツでタブーの色がすごいなんかお決まりさんって感じがして好きなんですよ。なんかね、A メロの歌詞とかもなんかすごい好きで、なんかいいんですよ。衣装とかもすごくいいし、あとマイキューさんのダンスがすごく綺麗で見入ってしまいます、いつも。クロさんプレゼントありがとう。谷さんプレゼント5個ありがとう。そう、お決まり尊い、仲良くしてください、仲良くしてくださいね。ドラフト3期生さん5周年だから、なんかいつもソラハさんが5周年だから、もしドラさんでイベントするときに2人が喧嘩したら気まずいって言ってるんですよ。だから仲良くいてくださいね。
私もちょっと PR 舞台とかでね仲良くしていてほしいので。この仲良くしてエピの、あの理由は昨日のね昼公演かな、見てください、したら分かります。クロさん、熊のリースありがとう。そう、ソルハさんのためにも仲良くしてください。さっきね、あのニコ生のタイムシフトで見逃しのやつであれ見ました、狼とプライド見ました。とっても素敵なプロポーズでしたね。給料3ヶ月分のあれもらってるとこ見ましたよ。でも私のほっぺたが本当にアンパンマンすぎてむくみで、絶対に太ったと思ったんですよ。ちょっと口が回らない、寝起きだから口が回らない思ってて、絶対にもう体重3キロぐらい増えたやろうと思ってたら1キロも増えてなくて怖い、もうむくみだった全部が。運動して消費してました、ちゃんと。おもろすぎる。いや3キロ、いやせめて3キロでも大きくて5キロは増えてるかもみたいな怯えて帰ってきて、怯えながら体重計乗ったんですけど、全然だった。え、ひょうたんあんげめっちゃ美味しい。え、あれいいですね。熱々だったの。私さ、夜公演終わって、夜公演終わった後にあのお見送りとかして、でなんかご挨拶とかして楽屋戻って、そしたら結構時間がね、会場出る時間だったから、急いで着替えてくださいって言われてる中、みんなが着替えてる間私ずっとひょうたんあんげ食べててのんきに熱々でした。多分みんなが食べる頃にはもう熱々ではなくなってたと思うんですけど、私はね唯一ね熱々のひょうたん揚げを食べることができまして、めちゃくちゃ美味しかったです。あのアメリカンドッグとか好きな方絶対好きだと思う、ひょうたん揚げ。え、でもちゃんと着替えはすぐ終わったよ。着替え私すぐもうパパパって着替えれるので、あのすぐ終わりました。え、当たりとかあるの？え、うっそ、知らなかった。クロさん決勝ありがとう。楽しかったな昨日は。でも宮城感あんまり感じてないですね。本当にホテルと会場の行き来しかしないからあんまり。でもね、自動販売機があって、あのね牛タンが売ってました、自販機で。宮城っぽかった。サトシンさん、ゲームギフトありがとう。そう、あのね早着替えすぎてユニットの衣装で写真が全然撮れないんですよ。で撮れたと思ってたの。なんかいつもなるべく一番に着替えるっていうのをすごい頑張ってて、でいつも頑張るんやけど、なぜか半目なんですよ。写真が毎回、うん、なんかね生写真撮影とかの時にもう結構早着替えとかなんですけど、この前もあったんだけどね、その後仕事が違うやつに行かなきゃだったから、なんかゆっくり自撮りする時間なくてパパパって撮ってて、帰って見返したら全部半目で、使えんやんってなって悔しい。あ、そう、沖さんのツイッター載ってます。そうなんですよ。でもたどりできなかった、いつもできないのたどりだからね、またできたら、沖縄とかでできたらまた撮りたいですね。さとこさん、プレゼントありがとう。今日8時まで配信する。もうね今日はねもう寝すぎて頭が回らなくなっちゃいました。あとはクリスマスコンサートのやつをね覚えたりせねば。頑張ります、いっぱい寝た分頑張って。脳内をねちょっと一旦 PR 舞台からクリスマスの方に切り替えて覚えたりしようかな。今日は二ほどき終わった。
でも今回私少なかったやん、私は2泊だったけど、多分凛子とか6泊ぐらいしてるから、凛子の荷ほどきちょっと手伝ってあげたいぐらいの気持ちです。あ、クリスマスコミュニックありがとう。お見送りあるみたいなのでよろしくお願いします。昨日ね、昨日さ、もうみんなさ、パの前通り過ぎていって悲しかったけん、みんないっぱい目合わせてください。なんか推しメンじゃなくてもバイバイしてくれたら嬉しい。多分もう推しメンロックオンだからもうずっと見てるんやろうけど、バイバイしようねえ。6泊はやばいですよね、もっとかな。 FNS じゃない、なんだ、 FNS か、 FNS の時から行ってるから6泊ぐらいしてるよね。しかもリンコと沖前さん今日も残ってる組だからさ、私とか全然今日帰ってくるだけだからレッスン着とかでよかったけどね。メディア関係のとこ回るなら私服いるし大変だ。気をつけて帰ってきてねって LINE しました、リンコに。6泊か、ひゃー。でもリンコのママも大変だ、リンコのママも仙台来てたから大変だ。リンコんちの洗濯物がママの分とリンコの分と。いっくんお疲れありがとう、クロさん焚き火ありがとう。ねえ、私もホヤの缶詰欲しかった。お金を払って買えばよかったですね。一人1000個売らんといけんみたいな言ってた昨日 MC で、沖前さんで2000個用意してるみたいなので、あのネット販売もあるって言ってたからね。え、なんかね、ホヤのおにぎりが差し入れであったんですよ。で帰りに取ろうと思ってだけどもらい忘れて、まだホヤ食べれてない。あ、クリスマス公演2階から、なんかそう2階の方多いんですよ。お話し会でも席どの辺って聞いたら結構みんな2階だよって言ったから、あのしっかり探します。探すしお見送りもあるからね、お見送りは近くでこう会えるからよろしくお願いします。もう59分、そうじゃん、短いよ。でももうね、もう今日はね、もう眠る日だったから、もう今日はもうその今日は短めにしようって思ってね、終わる、もうダラダラ話しちゃうから。そう、なんかヤンヤンの、ヤンヤンまた差し入れね、差し入れまたサーヤンなかったみたいな言ってたんですよ。もうなんで7個あったよ、座敷わらしいるから、絶対 PR 部隊8人目いるもん絶対に。やっちゃうのね。でもドーナツは食べてたんですよ、ちゃんと私がドーナツは確保してて、ひょうたんあげ食べてないって言った、ひょうたんあげ食べてよ、あとおでんも食べてないって言ってました。どこへ行ってしまったの、ずんだシェイクもなかったって言ってたけど。なんで、どうして。でもずんだシェイクね、めちゃめちゃあったんですよ、人数分以上あった、1人2個分ぐらいあったですよね、パッと見サーヤにだけ見えないみたいな。サーヤには見えない、もう他の人には見えるみたいなやつなのかもしれない。なんで、あ、高尾探偵が食べてるの。そっか、出演者だもんね。じゃあ次からあの高尾さやかさんだけじゃなくて高尾探偵の分も用意しとくように気をつけたいと思います。確かに。本当じゃん。そっか、そうかも。
タワーはメイクした時にお礼しようと思って、スクショとかこの状このこの寝起きで撮るの申し訳ないかなと思って、またシールペタペタいっぱい貼って書くね。ありがとう、ごめんね。さとこさんプレゼントありがとう。ガチ寝起きなんですよ。なんか気づいたら外真っ暗でえってなって、とりあえず起きて洗濯物2回戦戦いました。ああ早い一日終わるの、早いよ。じゃあ今日はこの辺でお休みしたいと思います。なんかめっちゃ乾燥してるこのお家。こんばんは。じゃあ皆さんありがとうございました。段字読みます、いきます。13位チョコラブさん、12位コウジさん、11位牛窓太郎さん、10位陣内さん、9位ぼっち1号さん、8位クロさん、7位トニーさん、6位さとこさん、5位カメさん、4位かまちゃん。あれ変わった？変わってない？あれ変わったかも。うん？変わったかな？どう？変わったかもしれん。もう一回読もう。13位イハクさん、12位牛窓太郎さん、11位陣内さん、10位ぼっち1号さん、9位トニさん、8位クロさん、7位カメさん、6位さとこさん、5位かまちゃん、4位スプマンテさん、3位のんびりビリーさん、2位やすべさん、1位よしひろさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さんクリスマスコンサートよろしくお願いします。来れない方は来年一緒に過ごしましょう。ね、でもショールームもするのでクリスマスの日も配信見てください。ありがとうございました。なんか目に入った、絶対今まつげ入った。バイバイ、おやすみ。